こんにちは、さなきちです。今日もご視聴ありがとうございます。さなきち、自分を大切にするラジオを始めたいと思います。それではラジオスタート。こんにちは、第225回さなきち、自分を大切にするラジオのお時間です。このラジオはスーパー敏感肌でアトピー持ちのさなきちが毎週水曜日21時にみんなからのお便りやお悩みに答えたり、等身大の自分を大切にするためのヒントをお伝えする、楽しくてちょっと元気が出るラジオです。お便り、お悩みの投稿は動画の概要欄にフォームと公式 LINE のリンクを貼りましたので、そこからじゃんじゃん送ってください。チャンネル登録、LIKE ボタンもぜひよろしくお願いします。はい、それでは始まりました。オープニングトークね、植物の話見てください。先週のユリが1個だけ残り1個だけになっちゃったけど元気です。それとあとね、これもう寄せ集めて切り戻して一つにまとめました。あとね、ミントがもう今すごい元気で、ほらミントが3種類あるんだけど、切っても切っても伸びてくるから、フレッシュミントのハーブティーにしたりしています。でも7月よ、もう7月早い。今年ももう半分終わっちゃって、それで、ホノルルマラソンへの道とも関係あるんだけど、もう全然走ってないのよ。全然走ってなくて、夫はまあほぼ毎日走っていて、だんだんね、夫と私の交差が開いてきちゃって、今焦っています。それでね、先々週なんだけど、あの金子さんっていう私が好きなね、あのズンバの、あの先生がいるんだけど、その先生はマラソンもすごいのよ。それで金子さん関係のお誘いで、東京都の式根島っていうところにあのマラソン大会があるから行かないっていう話があったんだけど、私行けなかったので、昨日 あのサークルでね、行った人の話を聞いたら、まあすごい良かったらしくて、なんか6キロと12キロのコースがあって、その友達は12キロに走ったみたいなんだけどね、終わってからもなんか町おこしの一環みたいな感じで、島の人がすごい大歓迎してくれてね、なんか食事したりしたのも楽しかったっていうから、もう来年は絶対に式根島のマラソン大会に今出ようと思っています。そう、まあその前にね、ホノルルがもう12月も半年後にもう迫っているので、ちょっと今からね、巻き返しでまたあのランニング練習会にもあのちょこちょこ行こうかなって思っています。それで、ズンバは先週はサークルが1回しか行けなくて、それ昨日だったんだけどね。で、昨日は午前中にスポーツクラブの代行で好きな先生がやってたから、そのズンバに行き、夜はサークルのズンバで、サークルのズンバはボクササイズとズンバとストレッチっていう感じで、まあ、スポーツ三昧の一日をまた過ごしてきました。最近ね、あのもう追い込む感じの運動があんまりできてないから、昨日はねさすがに疲れた。ズンバ2本はね結構体にきたなと思って、もうちょっと鍛えなきゃって今思っているところです。筋トレのクラスはね2回行ったけど、なんかね、もうちょっと動けるようになりたいなって今思っているところです。それで昨日のねズンバはね、あのまた足がつっちゃって、やっぱり運動しすぎていっぱい汗かいてると、多分水分不足だけじゃなくてミネラル不足、汗いっぱいかきすぎて、だからねもうちょっと気をつけて、あの塩分もちゃんと取るようにねしなきゃなって思ってます。で、今年は、ズンバのお祭りっていうか発表会、カリエンテっていうのが9月にあって、横浜であるんだけど、それに参加します。わー。
もう今からめっちゃ楽しみで、もうすごいいっぱい練習しようって意気込んでるんだけど、それとその後に、お祭り、地元のお祭りでまた舞台で踊るやつもあるし、もう一つぐらい新潟のカリエンテにもなんか行かないみたいな話も出てるので、なんか行けたら新潟にも行きたいなと思っていて、もうズンバをね、ズンバを楽しもうと思っています。それで習慣化の話は、朝の掃除はもうほぼでも9割かな、 90% 本当に忙しい日は掃除しないでやっぱりすぐ仕事しちゃうんだけど、朝のお掃除はもうかなりもう習慣づいてきています。それと懸垂ね、懸垂も毎日やっているし、懸垂って言ってもね、飛びついて10秒保持するみたいなやつね。で、夜の勉強が三角だったんだけど、生成 AI の勉強は結構丸に近づいてきていて、まあ、夜だけじゃなくて他の時間帯も隙間時間なんかに、新しい、ね、ソフトの使い方とか、まあ、勉強できるようになってきたかなって。だから完全に取り残されてるのは英語。英語の勉強がもう完全にもうね、なんか置いてきぼりになっちゃってるから、ちょっと夫と相談して夫の力をね借りたいなって思っています。それで、家族の話ね、家族の話は父からこの間、着信があって、で出れなかったのね、気づかなかったし出れなかった。それでね、その日の夕方ぐらいに、まあ、半日ぐらい経ってからご飯作ってる最中に、あ、今この時間パパと電話しようと思って電話かけたら、あ、さなえくんどうしたんだいって言うから、いやいやパパがね電話くれてたのに出れなくてごめんねって言って、どうしたのっていうふうに言ったら、えって言って、あ、なんだっけなって、あ、なんか言いたいいい言葉があったからさなえちゃんに教えてあげようと思って電話したんだけど、なんだか忘れちゃったって言うから、あ、そうなんだって言ってね、もう結構スッと電話を、話が終了して電話を切りました。だいたいね、夜の時間帯、夕方ぐらいにかけると、父はねスポーツ観戦がすごい好きなのよ。野球と相撲がすごい好きで、でね、多分ね、あ、なんか野球やってんのって聞いたら、野球は今日負けちゃったって、日ハムのファンで日ハム負けちゃったって、で今陸上やってるとか言ってたからね、なんかまあテレビ見てんだろうなと思って、テレビに娘負けてすぐ話が終わっちゃって、じゃあねっていう感じでバイバイしました。そう、それと父の奥さんが、この間誕生日だったから電話をして、まあ、いつもはね父に電話をしてちょっと奥さんと話すっていうかね感じなんだけど、父にじゃなくて直接奥さん、義理のお母さん、お母さんっていう感じがあんまりしないんだけど、すごくね、父のことを本当によく考えてくれていて、で、いっぱいね、お世話になってるから、電話して、お誕生日おめでとうっていうのと、ちょっと、雑談20分くらいして、あと父の話もいろいろね、教えてもらって、体調とか最近の様子教えてもらって、お話ししました。奥さんとの関係は、よくしておきたいと思ってるから、本当にね、だから電話してお話できたのよかったなって思ってます。それと夫の話ね、最近夫の話が多いんだけど、この間ランニングマシーンが好調に動くようにメンテナンスするのがもう夫の趣味みたいになってるの。だから下の人に音が響かないようにとかね、クッション引いたりとかさ、そういうのいろいろやっていて、その中の一環でベルトがよく回るように、なんか熱を持たないように走った後にメンテナンスしてるっていうのはなんか知ってたので、寝室に置いてあるからさ、私の布団のすぐ近くにランニングマシンがあって、この間なんかやけにね床が滑るのよ。滑るからなんか何スプレーしてんのって聞いたら、シリコンのスプレーをしてるって聞いて、えと思って、それでなんかよく
考えてさ、よく考えてっていうか、もう寝室の方に行くにつれて床が滑るのよ。だからなんか私ももうカチンときちゃって、少し怒りながら、ねえちょっとさもういきなり切れ気味 ねちょっとさ、なんかすごい床滑るし、なんかそのシリコンスプレーのあの粉っていうか霧が私の枕とか布団にかかってんじゃないのっていう風に言ったの。寝る前にそういう風に言って、そしたら夫も怒り出して、まあ自分はちゃんとメンテナンスしてるのにその言い方はないだろうみたいな感じで、まあ当然そうなるよね。私も怒りながら言ってるから、向こうも怒りながら返してくるっていう感じで、その日はもうそのままプイって感じで寝たわけで、次の日あの先に起きて、私が仕事したらおはようって言って起きてきたから、まあ一応ね、昨日の私の言い方もあれは良くなかったなと思ったから、まあ私の言い方も、まあ責めながらね言っちゃったから悪かったけど、君もあの後あんなに怒んなくたっていいじゃんって言ったの。そしたらさ、夫が反論っていうかね、いや、さないもさ、みたいな感じで、あ、またなんか喧嘩になりそうって思ったから、はい、はい、って言って、はい、ちょっと私が先に言いたいことがあるんですけど、いいですかっていうふうに手を挙げたの、はい、って言って。そしたら夫も、はい、はい、はい、って。いや、俺に言わせてくれって言うから、どうぞどうぞっていう感じで、ダチョウクラブじゃないけど、どうぞどうぞ。って言ったら、やっぱり、もういきなりさないが切れてきたと。確かに切れたから、さないが切れてきたから、まあちょっと俺も怒っちゃったって言うから、じゃあはいって、私ももう一回手挙げて、はいどうぞって言われたから、いや私はやっぱりなんか肌のことがあるからね、そういうなんかシリコンスプレーがかかってるところに寝たりするのは、やっぱ自分の肌のことを思っても嫌だなって思うから、やっぱりそのスプレーをやり方をなんかちょっと考えてほしいです、できればスプレー使わないでほしいっていう風に言ってね、そしたら分かったっていう風になって、セーフ。すごい喧嘩に発展するかなと思ったけど、あの喧嘩にならずに、まあ、話し合いができたからよかったなっていう風に思いました。そう、なんかいろんなスプレーがあるうちになんかよくわかんないんだけど、で夫曰くもうスプレーじゃなくてなんかジェルかなんかのこうなんか垂らすタイプにしたから大丈夫だって、まあ、言うんだけどね、やけに床が滑ります。それ拭いてくれたんだけどね、まだ滑るからね、相当シューってやったんじゃないかなっていう疑惑はねまだ残っています。それで今日の洋服は、これは2年ぐらい前か、あのサマーサモスモスのセールで買った T シャツとこの緑のガウチョパンツ。この T シャツすごい気に入ってます。色も好きだしね、このメッセージも好きだし。で今日の飲み物は常温の水。いやもうほんと暑くて、蒸し暑くてさ、ムシムシしてるから、なんか知らない間に多分じとって汗かいてるんだと思うんだよね。で、あ、なんか水飲んでないやと思って飲むと、すごい体が求めていたことに気づくっていう感じで、そう、これから熱中症とかね、気をつけないとね、みんなね、私も含め。で、今はね、7月1日月曜日の午後です。で、夫は今あの洗車に行っているから、なんかあのサブスク、洗車のサブスクっていうのに入ったみたいで、だからね、なんかせっせと洗車1週間に1回か2回ぐらいね行ってるので、その合間に、ラジオを撮っています。で、曇りだけど、まあやっぱり昼間だからね、明るいよね。で、私もすごい楽しみにしていて、この時間を。で、今日はね、あの本当はお花をね、買いに行った新しいお花をみんなに見せたかったんだけど、あの行けません、忙しくてね、お花買いに行けなかった。まあでも先週のがね、こうやって残ってるからね、よかったなって。そうそうそう、なのでみんなも
私と一緒にこの時間をね楽しんでもらえたらいいなって思っていて、体の声とか心の声に耳を傾けてリラックスして過ごしてもらえると嬉しいです。最後までお付き合いください。はい、それでは今週の肌の調子に行きましょうかね。さなきち、今週の肌の調子は、はい、今週の肌の調子なんだけれども、今良くなりました。今良くなりました。なんか最近は、1週間のうちでやっぱり何日かちょっと肌の調子悪い時があって、それで、まあ、半分ぐらい肌が調子いいみたいな、毎日調子がいいっていう感じではないんだけど、調子が良くなった時の良くなり方がやっぱり季節の力を借りてるっていうか、これが 3,4,5 月の花粉とか PM2.5 の時だったらこうはいかないだろうなっていうね、なんか季節の力を感じています。でね、いまいちだったのは何かっていうと、先週の肌の調子のところで、肌の調子、お母さんのところに行って生活クラブっていう自然派生協のデポっていう実店舗でお惣菜とかお弁当を買って食べたって話をしたじゃない。で、お母さん家でもお弁当を食べて、お惣菜買ってきたのを夜家でも食べてっていう風にしたわけ。それで、私は唐揚げを食べた、久しぶりに唐揚げを食べ、夫は、なんだっけな、カレーじゃない、コロッケも食べて、あと天丼を食べたわけ。で、つまりどういうことかっていうと、我が家では食べない揚げ物を二人して結構食べたっていうことなのよ。そしたらさ、なんかすごく悪化するわけじゃないんだけど、皮膚のね、いろんなところにプツプツがいっぱい、なんか内側からこう出てくる、ニキビっていうか、ニキビ、吹き出物みたいなやつが腕とか、まあ顔とか首とかに出てきて、私は密かに、あ、これ揚げ物だなって思ってたわけ。油だなっていうふうに思ってたわけ。それでね、なんか最近こうなんかすごいプツプツがあるんだよね、これ多分油だと思うんだって夫に話したら、え、サナイモって言って、えって言って、君もなのっていう話をしてね、いや、なんか俺もなんか肌の調子がいまいちで、で、確かにこうちょっとニキビみたいなのができてるのと、いや、私はさ、こういう感じでって言ってね、もうほとんど治っちゃったんだけど、こういうプツ粒がいっぱいあって、ちょっと炎症を起こした粒みたいなやつ、こういうやつなんだけどさって言ったら、全く同じものが夫の腕にもいくつも出ていて、あ、本当同じだねっていう話をしてたの。だからやっぱり普段うちは、まあ、ほとんど植物油を使わないっていうか、まあでもウインナーを炒めるときに本当 2,3 滴垂らして炒めるぐらいかな。なんか最近は炒め物とか揚げ焼き、もう前はさ、もう私揚げ物が本当大好きだから揚げ焼きしまくってたのよ。いろいろね、米粉をつけて焼いたりとか、ブリのね、ブリをお醤油につけてそこに米粉つけて焼いたりとか、なんか揚げ物に近い感じのおかずをいっぱい作ってたんだけど、やっぱり一昨年かすごい悪化した時に植物油もやめようと思ってやめて、ほとんど油を使わない生活をしてるわけ。それで、まあ、揚げ物食べて、まあ、あとはあれだよね、衣が、小麦だから、それもあったと思うんだけど、それでね、肌がこうなんかガクッと調子悪くなって、全体的に局所的にすごい痒いとか、もうおでこが痒いとか、なんかこう穴が開いて汁が出てくるっていうんじゃなくて、まんべんなく全部が痒いみたいな感じで、顔とかね、この鼻の横とかすごい
かゆかったので、見せるともう今はもうシワいっぱいあるし、もう目もねこの辺かゆいんだけど、久しぶりに口も腫れちゃってるんだけど、あのたくさんねプツプツがあったのが今収束していっていて、やっと落ち着いたところです。でね、まあそういうのの影響もあるのか、こう指ね、指がこう割れて、久しぶりにまた割れています。なんか揚げ物の後引いてるのが長いって私も思ってたら、夫もいやなんか今回長引いてるんだよね俺って言うから、確かにと思って、もう一回気をつけなきゃなって今思っています。植物油ね。で自分で、米粉のパンケーキ作る時にリンゴの 100% ジュースを甘みにしてやってるって言ったじゃない。で、前ねあのパウンドケーキ型に入れて焼いたりする時は植物油も入れてたの。だけどもう今自分で作るお菓子に植物油はもう一切入れない。でフライパンでパンケーキ焼く時も油引かずに焼いて蒸し焼きみたいにして作っています。そうだからね、なるべくなるべくっていうか、まあ自分で料理作るときは植物油使わないっていうね、まあ、煮物系に雰囲気がね煮物っぽくなるようなご飯、あとグリルで焼いたり、あと野菜はね結構スープを作ってそこにあのお野菜をたくさん入れてね、それで野菜を取るっていうのをしたりしています。で最近は、ぬか漬け、ぬか漬けは1ヶ月ぐらい前からぬか漬け始めて、ぬか漬け食べてるでしょ。そう食べてるのと、あと最近ねヒットだったのはキャベツをスライサーで千切りにして、それであのドレッシングも油がすごいじゃん、だからドレッシングは使わないでっていうか、家にドレッシングがないから、あの最近好きなのはね、あの酢と醤油を半々で割ってそれをちょっとかけるとか、あとこの間豆乳に醤油を垂らすと、あのちょっとこうなんていうのかな、ちょっとクリーミーな感じの、醤油ドレッシングみたいになるのよ。で見た目も白っぽいから、なんかあのシーザードレッシングみたいな気分になれ慣れて、でそうあの濃くないしね、豆乳で薄まって醤油がまろやかになるし、なんかそれをね千切りキャベツにかけて食べたりしています。そうなるべく野菜もねたくさん摂るようにしてっていう感じかな。でみんなはどうですか、体調とか肌の調子とか。私はね暑いからさすがにねこの肘の内側が汗もみたいにここねなってきています。これはかゆい。まあでもこれもね食べ物関係あるかなって私はちょっと思ってるの。そうなんか油の影響があと引いてんのかなって。もっと絶好調だと多分こんなにならないから、まあ出る汗がちょっとかゆい汗が今出てきてるのかなって思っています。でこの間ねスポーツクラブで久しぶりの人に会って、で意外と肌がひどい時、今年の花粉の時期にすっごい肌が荒れてた時に会話したりした時にはさ、まあ私は結構自己開示どんどんするから、久しぶりだねみたいな話して、いやちょっと最近肌が辛くてみたいな話してたから、なんかその友達に久しぶりに会ったら、その彼女は私の肌がすごく前に比べて綺麗になってるねっていうのをすごい驚いて、あもうすごい肌調子良くなってるじゃんって、よかったねっていう風に言ってくれて、でこう腕とかこういうとこがなんか赤ちゃんみたいだねって言われて、赤ちゃんかと思ってそう思ったんだけど、そうこの辺はねこういう関節の内側とかそういうところはやっぱり肌荒れがちだけど、こういう普通のところは そんなにね荒れないから、まあ、赤ちゃんみたいって思ったんだったらね良かったなって思いました。そう
で、そうそう、みんなも肌の調子ね、暑くなってきたからジメジメしてるし、汗も系が。でも今のところ本当私肘の内側だけだから、これが脇に来るとね、きついんだよね。脇は脇で。ぜひね、コメント欄に肌の調子や近況報告、体調なんか書いてください。楽しみに待ってます。はい、それでは今週のお便りコーナーに行きましょうかね。お便りコーナーはいつもの作詞作曲にいりちゃん、さなきちラジオテーマソングのベストフレンドをかけて途中からお便りを紹介したいと思います。で、なんか今週ね、にいりちゃんが東京に来るらしいので、今のところね、一緒にランチしてまた動画を撮ろうっていう話になっているので、楽しみにしていてください。はい、じゃあベストフレンドをかけます。一緒に歌ってもらえると嬉しいです。紹介したいと思います。で、またコメントを紹介します。まずね、鍋さん昨日会ったばっかり、鍋さんからいただきました。ご夫婦でお互いに申告して同意を得てから話すというキャッチボールのような会話が羨ましい。我が家の会話なんて…てんてんてん、いや、なんでもないっすって、天職だと心から思える仕事に出会えるなんて素敵なことですね。きっと数万人に一人ぐらいの確率だと思うな。応援してます、頑張ってください、ということでね、鍋さんありがとう。昨日久しぶりで会えて本当に嬉しかった。で、みんなも気になってたと思うけど、ここにあるこれ何でしょうか。これね、あんずなの。昨日鍋さんがくれたのよ、これ。で、あんず狩りにね、行ってきたらしくて、それで、あとね、4個5個か、そのぐらいもらって、で、そっちは今日食べてねって言われて、昨日切って食べました。生のあんずって初めて食べたんだけど、爽やかでめっちゃ美味しいのね。で、これは少し置いてから食べて大丈夫っていうことで。いや、もうほんとね、幸せ。食べ物をもらうっていうの本当に幸せで。あんずね、美味しかった。そう、それで、昨日、いろいろ、ズンバの曲の合間っていうか、ボクシングの後、ズンバが始まるまでの15分くらいね、休憩があって、そこでちょっとね、横に並んで座って喋ったりして、ナベさんの話いろいろ聞けたのも嬉しかったし、そう、あとね、いつもこうやって、コメントくれて、で、天職って数万人に一人。まあ確かに、でもそうかもしれないなってね、こう読んで思いました。もう私がアサーティブを教える仕事っていうのはさ、本当に、あ、そうか、天職かってね、本当に、そうだなってね、思った。友達にも言われたし、ナベさんにもこうやって言われて、本当にありがたいことだなってね、思いました。そうそうそう、これね、あんず
い、それで次は、ゆぐらちゃん。さなきちさん、こんにちは。甘いもの中毒大変ですね。私は逆に甘いもの嫌いで、会社では皆甘いお菓子をやり取りしていますが、私には気を使っておせんべいくれます。わー、いいなー、それ。マクロビオティックといえば、最近読んだ角田光代さんでいいんだよね。角田光代さんの、小説、箱舟を燃やすでマクロビオティックにハマる主人公の一人の主婦が出てくるのですが、すごく考えさせられました。それからあずきさんの元気な鳴き声に癒されましたってことで、あずきさん癒されたってよ、よかったね。神妙な顔してそうそうそうね、会社であのお土産が回ってくる問題っていうかさ、おやつが回ってくる時にどうするか問題っていうのはね、やっぱりあると思うんだけど、ちゃんとね、あのイグラちゃんがすごいなって思ったのは、甘いものが嫌いっていうことをちゃんと自己開示して周りの人に理解してもらってるところがすごいなっていうふうに思いました。で、私もね、あの会社勤めしてる時は、まあ、あの食事療法っていうかさ、体のことで食事を気をつけてるっていうのはみんな知ってたから、あ、これさなえちゃん食べられないやつみたいな感じでね、あの私をこう避けてお菓子が回っていくとかね。でも全然もう、あの今甘いもの中毒っていうか甘いものスイッチだいぶ切れてきていて、で、まあ、ほぼ切れていて、で、あのお菓子とかおやつで回ってくるものには私あの心動かないのよ。つまりスーパーで売ってるような普通のお菓子に関しては食べたいって思わないのそう、食べたいって思わない域に達していて、そう、だから甘いものスイッチが入ってるっていうのは、まあ、つまり自然食品店とかオーガニックのもので、あ、甘いものなんだよね。だからそれ以外の普通のスーパーに売ってるものを食べたいとは思わないので、まあそれはすごい自分では助かってる、うん、助かってるなって思います。で、角田光代さんの小説はそれを読んだことないのでね、あの図書館で借りてね、読んでみようかなって思っています。ゆぐらちゃん、ありがとう。次、みかなちゃん。みかなちゃん、はじめまして、いつも参考になります。みかなちゃんありがとう。私は砂糖、小麦、油はやめてますが、果物は食べてます。果物でも悪化しますかっていうね、質問をくれました。で、みかなちゃん、初コメありがとうっていうね、とても嬉しいですっていうね、返事を書いて、私はね、果物は、すっごい甘いやつは、痒くなる。なんか、お砂糖と近い反応が出ることがあって、前にね、ものすごい甘いスイカ。スイカってさ、すごい甘いやつはさ、ほんと砂糖汁かって思うぐらい、めっちゃ甘いじゃん。それで、本当に手から汁がもうすぐ30分ぐらいで溢れてきてっていうことがあって、やっぱり甘い果物ダメだなって思って、います。だすごい甘いやつはダメで、あ、なんかあの血糖値が急に上がるのが良くないのかなって自分では思っています。それとあと、あの果物に関しては、果物そのものがなんかアレルギーみたいな感じで、もうあのどうしてもダメなのがさくらんぼ。サクランボはもう食べると口の中のこう粘膜が腫れちゃって、なんかおかしくなっちゃう、この喉とか声帯のあたりが。サクランボでしょ？メロンもちょっとあれっていう感じはするのと、もう一個ぐらいあったような気がするんだけど、だから気をつけてはいる。でもね、みかんとか好きなんだよね。みかんですごく痒くなったことはないけど、あのなんかみかんをおやつ代わりにいっぱい食べてた時とかもあって、だから食べ過ぎはね、とにかく良くないなっていうふうに思ってます。ぜひみかなちゃん、これからもよろしくお願いします。それとドロシーちゃん、
そう、ドロシーちゃん最高なのよ。甘いもの食べたら悪化するって分かっているのに、てんてんてん。後で後悔するって分かっているのに、涙。食い地が張ってる自分に腹が立ってましたが、どうしても食べたくなったら、食べたところで所詮知ってる味と思うとスーッと落ち着きます。これいいよね。ドロシーちゃん最高と思って。食べたところで所詮知ってる味って、こう一回ね、自分に言い聞かせる。これも使えるなと思って、みんなもぜひつぶやいてみよう、これをね。食べたところで所詮知ってる味。確かにそうなのよ。知ってる味。そう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 。だから私もね、これ使おうって思いました。ドロシーちゃん、ありがとう。それと、まいちゃん。さなきちさん、こんにちは。アサーティブのことやいろいろな話をされているさなきちさんの笑顔はお花のように輝いていましたよ、だって。真剣に向き合えば必ず相手にも伝わるはずです。分かっていてもそう簡単にできることではないと思いますが、自分の意思をどのように伝えるかが大切ですね、っていうことで、まいちゃん、ありがとう。すごい嬉しいですね。あんなに熱く語れるものがあるっていうのはやっぱり幸せなことだよね。アサーティブの話してると止まんなくなっちゃうっていう。それでさ、今ロゴセラピーの研修、ロゴゼミっていうのにもね出ていて、今もう4回か5回目ぐらいまで来たんだけどさ、その私のすごい仲のいいアサーティブの友達がもともとロゴを学んでいて、それで彼女から話も聞いていたし、まあ、彼女の発想とかね、その考え方がロゴセラピーの考え方っていうのと関係あるだろうなと思ってすごく興味があって、まあ自分自身のためにも行ったっていうことがあるんだけどさ、で静岡の人なんだけどね、行くと久しぶりに会えるわけよ。だからそのロゴゼミに通い出してから勉強ができるっていうのも嬉しいし、その友達に会えるっていうのがすごい楽しくて、で行くと必ず2人で熱くもういろんな話をするわけで、彼女もアサーティブとロゴセラピーでしょ、私もアサーティブとロゴセラピーで、しかもそのアサーティブを学んだ同期なのね。で本当にお互いのこともうよく知ってるしさ。で、いつもね、お昼ご飯ね、一緒に食べる時とかに、アサーティブの話したり、やっぱり自分の、やっぱ経験、辛かったこととかさ、そういうことを、改めてロゴセラピーの視点から捉え直して、そのことを話したりして。で、ちょっと前に話したね、母が、亡くなるね、2ヶ月か3ヶ月くらい前に、お布団に中に入りなさいっていう話も、その彼女にしてからラジオで話したっていうのがあるんだけどさ、なんかね、そういう自分自身が夢中になって喋れることがあるっていうのはすごい嬉しいし、それを一緒に話せる仲間がいるっていうかね、友達がいるっていうのもすごい幸せなことだなって思ってます。でね、また今週、金曜日に厚木のね、その薬物依存の回復施設に行ってくるんだけど、今度は4つの柱の、先週はね、誠実についてもうじっくり、ね、取り組んだっていうことだから、今週は率直、誠実、率直、対等、自己責任の次は率直について深めてこようと思っています。でこの間ね、アサーティブの同窓会って久しぶりにズームで受けてくれた人と久しぶりに会って、でその時にその私がね、薬物依存の回復施設でこんなスライド使ってやったんだよっていう説明ちょっと聞いてもらったりして、で感想を聞かせてもらったりしてね、そうだからまたしっかりスライドを作っていくのと、行った先で、まあ、練習たくさんしてもらおうと思ってるのと、あとなんだろうな、あ、そうそうそう、アサーティブクイズっていうのをやろうと思っていて、前回学んだことをクイズ形式にしてね出すのをやろうと思ってるの。
で、それは前に、あの、八王子の方でね、八王子のダルクでアサーティブクイズやった時すごい盛り上がったのよ。で、あと大学の授業でも、あの、前期と後期があって、後期になる、なった時にね、第1回目はアサーティブクイズやったら、もうみんなほんとすごい楽しそうにさ、なんだっけ、4つの柱なんだっけって、4つの柱ね、4つありますけど、なんでしょうみたいなね、するとね、みんな面白い。そういうの、クイズ、毎回クイズして、あの、ね、楽しく覚えてもらえたらいいなって思ってるから、それをしようと思っています。今からワクワクして、またね、みんなに会えるの、すごい楽しみだし、で、その日はね、あの、厚木まで行った後、夜は、サークルのズンバに行こうと思ってるから、体力的に持つかなっていうの、ちょっと心配なんだけど、いやいやいや、頑張ります。もう今年はね半分過ぎちゃったけど、まあ、後半も自分の道を邁進したいなって思ってます。そんな感じかな。はい、じゃあね、あずきさんを出しましょうかね。あずきさん、あずきさん、あずきさんはね本当に元気になりました。結構小豆が羽が抜け替わる時期と私の体調不良な時期っていうのは近いかもね。もう今ツヤツヤ、毛がツヤツヤになっててさ、もうピョン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 飛び回ってて、はいどうぞ、ほい、かわいい、ふっくらしてるでしょ、お餅みたい。はい、おい。はい、みんなも元気でね。また来週お会いしましょう。うん。今日も最後まで見てくださってありがとうございました。さなきちとくぴ、あずきでした。くぴくぴ。バイバーイ。